皆さん、こんにちは。AKB48、SKE48 の元メンバーで、現在はタレントとして人気を博している石田杏奈さん。そんな石田さんが自身の YouTube を更新し、動画内で今だから言える内情を暴露し、反響を呼んでいました。石田さんは9月27日に第2子男児が誕生したばかり。その私生活についても注目が集まっています。今回は石田さんが明かしたグループの比較、そして衝撃のプライベートについて調査してみましたので、ご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。ハイパー塩対応。2009年3月に SKE48 第2期メンバーオーディションに合格し、同年4月上公演予定。諸般の事情により上公演にならない場合もありますので、ご了承ください。において、 SKE48 チーム K2 のメンバーとして初お披露目された石田杏奈さん。アンニャの愛称で親しまれた彼女は、サードシングル「ごめんね」サマーにおいて初めて選抜メンバーに選定されました。石田さんが AKB48 のメンバーの中で尊敬憧れの存在としているのは大島優子さん。10年桜の時の大島さんを初めて見て SKE48 のオーディションを受けたそうです。そして2017年5月31日に SKE48 としての活動を終了すると、その後はタレントとして活動の幅を広げ、バラエティ番組や CM などに出演していました。2021年10月には一般人男性との結婚と妊娠を発表し、事務所から退社。現在は子育てをしながら芸能活動を続けています。また自身の YouTube チャンネルなど SNS を通して日常や育児の様子を発信するなど、インフルエンサーとしての新たな一面も見せています。そんな石田さんは9月17日、今だから言える内情、 AKB と SKE を兼任して分かったグループの違い、実はこんな違ったんですと題した動画を YouTube に公開。 AKB48 と SKE48 を兼任していたからこそ分かる2グループの内情について語りました。2009年から2017年までSKE48 に在籍していたという石田さんですが、2012年から2013年までは AKB48 の兼任メンバーでした。その間は名古屋と東京の2拠点生活をしており、東京滞在時はホテル暮らしだったそうです。特に劇場公演は忙しく、仕事量の全部が2倍だったと明かしています。そんな多忙な生活でも楽しかったと振り返り、その理由は2グループのスタイルやコンセプトが全然違うからだったそうです。一体どんな違いがあるのでしょうか。まず SKE48 は超体育会系だったと説明する石田さん。縦社会で団体行動重視、遅刻や規則に厳しかったようです。石田さんは若い子たちが夢に向かって一生懸命汗流して頑張ってる姿を応援したいっていうコンセプトは SKE がすごい強いんじゃないかなと分析しています。次に AKB48 について振り返る石田さん。団体の結束や規律を重んじる SKE48 に対して AKB48 は個々のイメージが強いという印象を持ったそうです。また石田さんは AKB48 についてダンスが物足りなく感じたと暴露。 SKE48 はダンスの激しさを売りにしていたこともあり、ギャップを感じたようです。さらに髪型やメイクも SKE48 とは違い自由で、遅刻も日常茶飯事だったと明かしています。ファンからは勉強になりました、 SKE の体育会系の内容が想像通りすぎました、当時は大変だったと思うけど、今は元 AKB と元 SKE の両方を名乗れるのはでかいよね。 SKE が大好きなのが伝わってきました。違いを楽しめるのは兼任の特権かもだね、などのコメントが寄せられました。しかし
この動画に対してなのか、石田さんと同時期に活躍していた元 AKB48 メンバーの島田遥さんが自身の SNS に意味深な投稿をしたことで話題になっているのです。島田さんは自身の X にて、超体育会系だったけどな、人によるよね、まあ思うところたくさんあるけどこのくらいにしておこうと投稿。この文章がポストされたタイミングは9月19日。内容も内容なだけに、誰もが石田さんの動画を見ての反応だと気がつきました。石田さんが投稿した動画の内容はひたすら SKE を上げて AKB を下げるような内容に感じた人も多く見受けられました。同時期に活動したメンバーであれば気に入らないのも当然ですよね。他にも動画についたコメントで、元 SKE って言いましょうというものには、 SKE 知らない人も多いから AKB のが分かりやすいでしょと返信していたりで、 AKB のことも SKE のこともバカにしているような態度には批判が殺到していました。石田さんは SKE 時代たびたび選抜に選ばれたりと、割と人気メンバーのような印象を受けましたが、ネット上には嫌い、性格悪いなどたくさん書き込まれていました。性格悪いと言われているのは、在籍時にドラフト生をいじめたという噂が広がっていたことから来ているようです。決定的証拠があったわけではないため真相は不明ですが、火のないところに煙は立たないとも言いますし、先日公開された YouTube の動画からもわかるように、性格悪そうな感じは否めません。そんな石田さんですが、プライベートにおいてもすごすぎると話題になっているようです。ハイパー塩対応。先日した通り、2021年に一般人男性との結婚、そして妊娠を発表していた石田さん、今年9月27日には第2子男児も誕生されました。石田さんと旦那さんの馴れ初めは、石田さんの知人がオープンしたという六本木のバーで知り合ったことが始まりのようです。旦那さんはそのオーナーの友人で、出会いから恋愛に発展するまでのスピードは驚くほど早く、なんと出会ってから2日後には交際をスタートし、その後は毎日のように会う日々が続いたそうです。ちょうどコロナ禍で仕事が落ち着いていた時期だったこともあり、お互いの時間を十分に取ることができたという石田さん。交際から結婚までの具体的な期間は明かされていませんが、スピード婚だったことは間違いなさそうです。そしてさらに驚きなのは、年齢差は22歳という年の差婚であること。石田さんは1996年5月27日生まれなので、2024年現在28歳です。そして石田さん本人の YouTube 動画での発言によると、旦那さんは現在50歳とのことです。旦那さんは経営者だそうで、具体的には飲食関係の仕事や投資事業、不動産事業などのような事業を手掛けているとのことなので、複数の事業を展開するマルチな経営者であることがわかります。具体的な年収や資産額は公表されていませんが、複数の事業を手掛ける経営者であることから相応の収入があると推測されます。そんなセレブ妻となった石田さんですが、 SNS に投稿されている第一子のアンジェちゃんはすでに全身ハイブランドで揃えられており、お金持ち感が満載です。旦那さんのことはプライバシーを守るためにネット上で顔出しはしていないようなのですが、子供については第二子も真宙くんだと名前も顔も隠していないので、いずれママと共演して芸能界で活躍する姿を見ることも出てくるかもしれませんね。このように今はセレブで安定したママタレっぷりを披露している石田杏奈さん、 YouTube での発言や過去の印象から嫌われている印象が強い彼女、現在の暮らしぶりから感じる余裕も嫌われる要因なのかなと感じますが、これからの活躍は応援していきたいですね。しかしお子さんの個人情報を
ネット上に公開されていることで、一人目のアンジェちゃんの時は名前を公開した時に炎上したようなので、ちょっと心配です。自身が有名人だということを頭に入れて、これからトラブルにならないように気をつけてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。